どうも、エルザです。それでは、ドワイトやっていきますか。今回ちょっとね、アーカイブ達成したいんで、ドワイトできてまーす。さあ、パークがね、ちょっと揃ってないから不安なんだけど、絆いうの、うまく使って、帰りたいね。あのチェック大丈夫かな？全然、おー、リージョン。ああ、アーカイブね。はいはい。アーカイブ狙いか。それだったらちょっと距離置いて。にしよっかね。まあ、できるだけいろいろ出血させてっていうのが強いからね。死恐怖症がないから、まあまあ、アーカイブ狙いっぽい気はするけど、どうだろうね。攻撃できて2人って感じか。もうな、回復スピードがやっぱ遅いからな。よし、来ないし、どっか直し行くか。と一緒に直して、まず1個だね。とりあえず1個直したいね。あ、向こう行ったね。めちゃくちゃ走り回るね。いい感じ。さあ、これで一つ直したい。まあ多分不協和音で、まあ、来るよね。蹴ったね。追ってくるね。信用範囲がでかいね。まだ1個か。さあ、負傷。蓋でした。入ったね。いや、リージョンね、足速くていいなって思うんだけどさ、意外と自分が使うとそうでもないのよね。お、仕留めた。ほうほうほう。あら、もういい感じかな。そろそろかなって感じかな。デイビッドさん、あ、釣られたね。あ、意外と一直線かと思ったけど、そうでもない。あと2つ、まあ、助けいきますか、とりあえず。足が速いからね、リージョンね。お、直す。やっぱ治療だよね。とりあえず一発食らって耐えれるようにしたいね。まあ、リージョンの時ノーアンそんなないから。さあ、これで回復もできたし、発電機も回せたからね。まあ、あと1個だね。やっぱ早いね、有能の証明あるとね。
ぐんぐん伸びるわ。さあ、ドワイトさん、もう一つどっか知ってる？なんか不協和音をつけてるっていう感じでもなさそうだしね。たまたま二人やってるのがバレたっていう感じかな、さっきは。大胆。ああ、そのあたり通ってたか。最初の位置だね。直したいな。これ直しきれるかな。離れてるね。これ多分、ガンガン回せば、いけるんじゃないかな。地下か。地下釣ったか。まあでも直せるのは確実。はい、奥。両方ともか。どっちも地下から近いね。で、リージョンでしょ？一発は耐えれるとして、深手のやつを使うわけにもいかないしね。どうかな？なんかある？お、開けた。早いね。んじゃ、ちょっといただいて。どっち、あー、手前は開けたか。じゃ、奥はまだっぽいかな。待て待て、あと一人いないんだよね。デイビッドさんが、奥っぽいね。よし、行こう。おお。さあ、どう？あ、やっぱそっち行くか。これジェイクやばくね？やばいよね。そっち？そっちじゃないよ。いや、逃げる方向としてはそっちじゃなかったからな。さあ、回復はしきれたね。よし。諦めた。もう来るなーって感じだね。じゃあ出ますか。あの人は大丈夫か。あ、来たね来たね。よしよしよし。いやー、ジェイク結構捨て身だったなー、最後ね。まあ、フェミンは助かったからね、その分ね。ということで、今回はここまでとなります。まあ、儀式一回脱出も成功ですね。アーカイブね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほん、じゃあ、またな。